マスターいつもの。承知いたしました。やっぱり雨の日はジントニックよね。何ですかこれ。今私はどこにいると思いますか。ノルウェーチャンレインのお店なんだけど、はい、そのね奥にね隠れ家バーみたいのがあるの。クラフトジンを出すお店なんだけど、見てこのなんかこの空間、日本の古い家屋を改装して作った空間なんですけど、そこで北欧の家具が置いてあると、こうちょっとなんていうの、ハイブリッドな感じ。しかも畳ですよね。そう、畳なの。ショップの店員の畠山さんです。はい、あのここの店長の畠山です。よろしくお願いします。小芝居ありがとうございます。はい、いや、とんでもないです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。衣装を変えてもらった畠山さんです。畠山です。改めてよろしくお願いします。キット代表の佐藤と申します。今日はよろしくお願いします。このお店ってどんなコンセプトなの。ここはノルウェーのベルゲンという都市の日本を拠点にしているブランドで、ノルウェージャンレインというブランドとティーマイケルというブランドがあるんですけど、その2ブランドを展開しているお店となります。ノルウェーミーツジャパンということで、まあ、ノルウェーのデザインのものと、あとまあ日本のこう古民家感を表現して掛け合わせたコンセプトっていうのがここのお店の売りですね。洋服だけじゃなくて家具も全部北欧の。そうです、ノルウェーのものですね。じゃあ早速見ていきますか。はい、まずノルウェージャンレインのものから、まずレイン帳をご紹介させていただきます。レインコートとポンチョを掛け合わせた名前がレイン帳。レイン帳、今畠山さんが着てるのも同じ形。そうです、色で全然違く見えるね。うんうんうん、ベルゲンという都市がヨーロッパ一雨が降る都市なんですけど、かっこいいレインコートないかなっていうので作ったのがこのブランドの起源なんですよね。で、このモデルがいわゆる一番シグネチャーになっているようなモデルになります。じゃ全部撥水というか、撥水防水 100% 防水。こんな雨の日にぴったり。デザイナーのマイケルってビスポークのテーラー、スーツ仕立てるような方で、単純に防水のコートを作るんであれば止水のジップとか使えばいいんですけど、そういうモダンなクラシックなところをちゃんと残すために保温ボタンを用いてます。裏地とかはどうなって。うわ、なんかちょっとこだわり。シリアルナンバーになります。1430個作ったうちの30番目。最後チェックをした人の工場の方の名前ですね。内外を合わせて8個。8個、はい、ポケットあるので、もう雨の日なんか手ぶらで歩いていただくような、うん、着てみましょうか。せっかくなんでお好きなカラー選んでいただければと思う。ストライプ、あ、かわいい。おー、あ、ベルトループちゃんとある。この紐もりもりですね。シャツワンピみたいになりますね。そうですね、これ立ててもいいってことですよね。そうですね、この奥にマグネットがあるので。マグネットも珍しいですよね。そうですね、このライン綺麗ですね。そうです、和のテイストも入ってるので、例えば着物の上からこれを着るっていうスタイリングも提案してるんですよ。確かに着れそうだね、はい、珍しいですね、ポケット下から出すの。それも雨用のものって結構下から上が多いです。手突っ込んだ時に、うん、ファスナーが当たらないようにしてるんですね。金具が手に当たらないように。確かに、なるほど、ここの下当たる当たる。細かーい。竹山さん、ポンチョバージョンも見たいです。超でかいシャツみたいになる。ほら、これ多分ちょっと空飛べるね。A ラインのシルエットって可愛くないですか、うん、すごい、これポケットの位置にもこだわってんだね。この素材自体はリサイクルのポリエステルなんですよね。北欧ってサステイナブル先進国だから、そういうことも当たり前のようにして考えてるんですね、はい、ちなみにこれはいくらくらいなの。これで11万5千円タックスですね。こんだけ盛り込まれてるなら、でも納得。続いてもユニセックスのモデルなんですけども、こちらですね。これはモデル名をグダニスク、ポーランドの都市の名前。ノルウェージャンレインのモデル名、都市名シリーズみたいなのがちょっとあって、特にその都市で着られてる服っていうわけではないんですけども、ヨーロッパの都市名とか、まあヨーロッパ以外の都市の名前がつくこともあるんですけど、まあそれの一つですね。戦国武将とかも陣羽織とか、世界の兵士とか見てもプロテクターっていうのを必ずつけてる、そういうところからこのデザインが来てたりしますね。首周りがこれ全部カシミヤ。実は今着ていただいているレイン帳もこの部分がカシミヤです。あれ、面白くなってる。これちょっと見て、帽子みたいな、どうなってるの。これ、これがストームフラップっていう、着ていただいた方が早いかもしれない。行きましょう、行きましょう。ダボット感が可愛い、うんうんうん、やっぱここもシャツ仕立てなんだね。ティンマイケルが好きなのかしら、このシャツ地。好きですね。お、シルエットはちょっとなんかタイトになりましたね、急にここやるだけで。ここの当たりがすごい柔らかい。あるかないかで違うね。ですね、先ほどちょっと触れていただいたこの部分、フードをかぶってた時に風も内側につける。軽めな目はだらっとしといて、そうです、やべやべってなったらこうしてっていう、はい、ちょっとマフラーっぽく見えますね。あ、そうですね、そうです、ねじってそういう風につけるとそういう風に、はい、かぶった時も可愛い。ペンギンフードとか言ったりしますけど、ここから雨が滴ったとしても顔にかからないような
大きさになっています。あ、このとこのこれは何ですか。そうですね、こういう一粒で何度も美味しいのって男の子すごい好きですね。そうですね、あーもできる、こうもできるし、ね、ちょっとまた和っぽくなりましたね。そうですね、このキルティングの裏側にも隠しポケットあります。うんうん、本当だ、ここにもこんなにたくさんあるんだったら本当に荷物いらないですね。いらないですね。あとすごいあの写真を撮られること考えているんだろうなって感じします。前彼らを2人撮らせてもらってめっちゃめちゃフォトジェニックでポーズの撮り方が秀逸。さっと決まりますからね。だからそのさっとやれる位置なんですよねこれ、うんうん、ちなみにこれはいくら。これが13万にプラスタックスですね。この形はもうずっと継続で。そうですね、ノレジャネイン定番的なものが多いです、基本的には。で、素材を変えて新しく出していく。次もユニセックスのモデルなんですけども、岡田っていうモデルです。岡田、はい、あの日本人の名前というわけではないです。アフリカの航空会社の岡田エアっていう、危険な運航をするとか時間を守らないとかちょっと問題のある航空会社だったという話 で、うん、でそれを今アフリカのバイクタクシーのことを今岡田って呼ぶんですよ。荒い運転をするから。岡田さんアフリカ行った時災難ですね。俺岡田俺危険って俺に気をつけろみたいなやつですよね。ロング丈の MA1 っぽい感じですよね。リブの部分も防水の素材になってます。あ、本当だ、ツルッとしてる、はい、これは今までの、 あの生地とはちょっと違うんですけど。本当だ、ちょっとふわっとしてる、はい、詰め物が入ってます。中に羊毛、ウールを入れてます。それもサステナブルだね。そうですね、キルティングにするとどうしてもステッチコンテ残ってしまうんですけど、うん、ソニックステッチって言って、うん、針穴を残さないステッチなんですよ。ピッつけてある。そういうことです。熱ですね、うん、これが結構でっかい。こうもできます。そうです、奥でつけちゃうよりも手前の方が両方つけれるんだ、はい、手前と奥。大きさはすごい考えたと思いますけどね。この高さとか、はい、すごい絶妙な、うん、ここちょっとポリってね、ポリプユって塗りました。これってシグネチャーですか。つけどころが絶妙。でもデザイン全部に言えることですけど、そんなに主張はないけど、はい、でも他にはないって感じですね。そうですね、フードも外せるんですよ。あ、そうですね。あ、そうなんだ。襟なしとかエレガントにも触れますね。そうですね。これはちなみにおいくら。12万5千にタックスですね。あったかさは3つの中で一番こっちがあったかい、はい、こちらもあの新しいモデルなんですけど。なんて名前なの。メイフェアっていう。メイフェアです、ね、ちょっとこうロンドンっぽいクラシックなトレンチっぽい感じ、はい、じゃあメンズだから畠山さん着てもらえますか。この東京店のエクスクルーシブという形で、この後ろだけチェックになって、ね、へえ。あ、ちょっと、はい、はいはいはい、普通にさらっと流そうかと思ったらほらほらたくさんボタンがあるのはどうして。トレンチってもともとエポレットがついたりとか、うんうんうん、まあ、そういうディテールがあるんですけど、これあえてボタンだけにしてたりとか。ここもなんかめちゃめちゃ太くないですか。二重になってる。そうですね、もう畠山さんがつけたいっつってるの私は邪魔するからもうどっちかにしてっておお、かっこいい。ちょっと武骨な感じ、あのボクシーな感じっていうんですか。で後ろ向いたら色違います。でこの帽子、トレンチにはない帽子。あ、これもしかしてこれさっきの、さっきの、さっきの。これはフード自体も取り外しができるので帽子全部。そうです、全部取れます。こっちはこっちでもちょっとスッキリする感じ。襟立てたらどんどん。かっこいい、これ絶対かっこいいやつ。これいいですね、これが見えてきて、うんうんうん、色気系ですね、はい、色はじゃあこれのエクスクルーシブとこちらですね、オールチェック、はい、うんうん、あとは定番のブラックになります。これは結構シックに着れる。そうですね、これでおいくらくらい。こちらで14万5千円にプラスタックスですね。機能素材とかクオリティとかを考えるとこれ全然安いと思うよ。金沢も弁当忘れても傘忘れるなっていうことわざがあるくらい、本当すごい雨降るの。和義にあげたい。ここら辺は？これは防水のリュックですね。ノルウェージャンレインのバッグはコートと全く同じように、うん、あの止水のテープも縫製の裏に貼って、うんうん、もう完全防水で雨が全く入らないように作ってます。まあ、サイドのこういうフラップなんかもそうなんですけど、ここ絶対入らないっていう。そうですね。ファスナーが隠れる長さでしっかりと。なるほど。結構ビジネスバッグで使えそうですね。そうですね。ね、パソコン入って。でポケットもたくさんありますみたいな。この中のインナーの素材もこれノルウェージャンレインのアウターで使われてる素材なんです。あ、これが
革のストラップになっているのもただのアウトドアのブランドではないっていうことの意思表示。確かにここがナイロンだとやっぱちょっとカジュアルに振りすぎちゃうから、はい、うん、これが5万2000円にタックスですね。ダークネイビーと、はい、と、まあ、ブラウンですね。ヘリンボーンに折ってるっていうのも特徴ですね、うん、確かにヘリンボーンに、はい、これで防水っていうのはあんまり見かけないと思う、うん、で同じ生地で帽子、ヘリンボーンの大きさが違うんですけど、ちょっと大きいヘリンボーン、そうです、オーバーサイズヘリンボーン、で内側はカシミヤですね。こだわり、ね、優しさお普通にいけますね、いけました、うん、これかわいい。これはちなみにブランもございます。こっちは何なの？ノルジャンネルのデザイナーのティーマイケルの名を冠したティーマイケルのブランドですね。ユニセックスなんですけど、バッドウィングって名前の、あ、本当だ、コートについてそうな、はい、よく見るとこっちがね、開いてんの、ほら袖を通さないから引っ掛ける感じですね。肩に乗せる？ここで止めるのかな？ボタンがついてるので、あ、なるほど、これもこう立てるベストマークとか、そうですね、ワンピースエースっぽくなりますね、うん、僕らよくやるのは片方だけ通す、片方だけ通す、うん、いろんな着方ができるイマジネーション次第。面白い、これもこれでストンとして可愛い、はい、面白いこれのコーデュロイバージョンも発見、うん、これはこれで可愛いね。ちなみになんで神田で したの？そうです、特にマイケルなんか年間2ヶ月ぐらいは滞在するんですけど、東京のリアルさっていうか本質を感じられるっていうのが東のエリアだったんですね、東京の、うんうんうん、神田ってもともと江戸時代から実はファッション産業が盛んなエリアだったんですよ。もともとは古着屋さんが軒を連ねてたりだとか、そういう歴史も踏まえてここにしました。神田って前その喫茶店だったりとか老舗が多いから巡るのも楽しそうだね。そうなんです、はい、そういうとこ巡って東京の息を感じるのも、うん、息っていいことが来ましたね多分ね、ドドンってきますよ息を楽しむドドンこれがあのT マイケルでユニセックスで一番女性にも人気というか、買われていってる方のまあ 3,4 割は女性かな。よくヴィンテージとかでも見るんですけど、フランスのグランパシャツ、昔のパジャマの長さとかデザインにマイケルのドレスのディティールを組み合わせてるんですね、うん、こういうボタンとかもちょっと綺麗なボタンですね、はい、スタッドボタンって言って取り外しができる、いきます。おすごい、縦コーデュロイと横コーデュロイだったりとか、ね、この開き方の時にちょっと曲線が入ってたりとか、はい、これはもしかしてシグネチャー？そうですね、ポップスには全部このディテールがついてます、うん、ちょっと前振りになってるような、うんうん、よく背広とかでいい背広前振りなんですよね。そうですね、この素材特にアウターとしても着れますね、はい、確かに結構厚手ですよね、はい、これ後ろふんわりで、お尻にかけて包み込むような形になってるんですけど、この買いボタン高いやつですよ見てこの厚み、このブランドすごいこだわりだから、ボタンがそうで割ってもだよねとしか言えないワンピースとしても着ても可愛い。そうですね、女性の方はこれ5万円にプラスタックスですね。パンツもあるんですね、結構太めですか？これはもう、はい、もう今日履いてます。結構な太め、そう、裾幅が40センチオーバーなんで、結構かくれんぼしちゃいますね茶色とベージュ、そうです、ね、ベージュはベージュ綺麗ですね、はい、お次はこちらですね、レザーのジャケットです。モデル名をあの神田、ここがオープンしてから生まれたモデルなんですよ、うん、記念して神田っていう名前にしてるんですよ。これ背面も見ていただくと分かるんですけど、うん、ハーフライニングみたいな、うんうん、裏地に使われるライニングの部分を表にしたようなデザインにしてます、はいはい、よく背広の裏こうなってるじゃないですか、はい、うん、それを今までもウールの素材とかでやってきたんですけど、今回本当特別にラムレザーで、うん、はい、いいですよ、ほら縫製もイタリアでやってもらって、スタンドにしてちょっとワークジャケットっぽく着ることも、あ、確かにまた見え感変わりますね、はい、しかもここ後ろが切れ込みがなんかちょっと変わっている。そうですね、裏から見た時のセンターベントのディテールを表に出してる、はい、全部じゃあアップサイダウンにしてるんだ、かっこいいやつ、かっこいいやつ。デザインはトリッキーだけど、着るとそんなにドヤじゃないですよね、はい、服が好きな人が作ってる服って感じがすごいする。そうですね、どれもすごいギミック込んでるから、すごい見てて楽しいから。でも私一番キュンとしたのはあのシャツ、今佐藤さん着てるあのシャツはボタンとかがすごいキュンとしたのと、古着好きだから古着のディテールがふんだんに入ってるのが萌えってしました。古着好きですもんね。好きなんです。一番好きなブランド何って言ったら古着っていうもん皆さんは何が気になったでしょうか？ぜひコメント欄にも書き込んでおいてもらえたらなと思います。あといろんな着方があるから、私だったらこう着るよみたいなのもあったら書き込んでおいてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。
そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。